スコット・ポドセドニック、スコット・ポドセドニック、スコット・エリック・パドスタニック、1976年3月18日体は、アメリカ・テキサス州ウエスト出身のプロ野球選手、外野手、チェコ系アメリカ人。名字の発音は、PSED ニックだが、日本では、ポセドニック、ポドセドニックなどと表記されることもある。1994年ドラフト3位指名で、 ウェスト高校からテキサスレンジャーズに入団。高校時代はスポーツ万能でバスケットボールやトラック競技で表彰を受け、テキサス大学、テキサス A&M 大学、テキサスキリスト教大学から200メートル競争やハードル競争の選手として奨学金の申し出を受けた。入団当初は思うような活躍ができず、フロリダ・マーリンズ、再びレンジャーズ、 シアトル・マリナーズといくつかの球団のマイナーを転々とした。4月にマリナーズ参加の 3A で11試合連続ヒットをマークし、好調な滑り出しを見せたものの、左膝を痛めてしまい、故障者リスト入りを余儀なくされた。しかし、復帰後も好調を維持し、約1ヶ月後の7月6日、ついに念願のメジャーへ初昇格を果たす。しかし、 7月26日には再び 3A へ降格。この年のメジャーでの成績は打率。167、6打数1安打、3打点に終わった。この年のシーズンオフに参加した、プエルトリコのウィンターリーグでは、31試合に出場して打率。467、11打点と大活躍した。翌年も開幕は 3A で迎えることとなったが、打率。 279、27 9本類六打61打点と結果を出すと、ロースター枠が拡大される9月にメジャーへ、最小格を果たした。10月に、ウェーバー工事を経て、ミルウォーキーブルワーズへ移籍。は、ジェフ・ジェンキンスの故障に伴い開幕から左翼手で、起用され、以降は、中堅手のレギュラーに定着。チームが10連勝をマークした8月には、新人としては、 リーグトップとなる12塁だ。ニューヨークメッツのホセレース遊撃手と並ぶ39、アンダー、107打数をマークするなど活躍した。その月は27試合の出場で打率。364、3本塁打、16打点を挙げて、ナショナルリーグの月間最優秀新人にも選出された。最終的には打率。314、リーグ8位、43盗塁、リーグ2位。 1>, 1位は、フアンピエールガイアシュの65個、175アンダ、リーグ14位、100得点、リーグ13位、8三塁打、リーグ3位と、新人野手の中では、リーグトップの成績を残した。他にも9本塁打、58打点をマークするなど、ナリーグ新人王争いでは、マーリンズのドントレルウィリスに次ぐ時点の評価を得た。は、出塁率、313ながら、 持ち前の脚力を生かして70盗塁を記録して、初めてのタイトルとなる、盗塁王を獲得。その年のオフ、リードオフマンの候補を探していたホワイトソックスに、カルロスリーガイアッシュとの交換トレードで移籍。は一番打者として、同じく新加入した二番打者の井口忠人と共に、おじい議員監督の目指す、機動力野球の重要なキーマンとなった。 7月の MLB オールスターゲームでは32番目の選手を決める最終投票でニューヨークヤンキースのデレクジーターを抑えて選出された。この年は途中で左足の内転筋を痛めて故障者リスト入りしたこともあったが129試合に出場して打率290、147安打59盗塁リーグ2位。1位は ロサンゼルス・エンゼルスのショーン・ヒギンズ内野手、オマーク。特に盗塁数はノルディローに次ぐ、球団史上2位の記録となり、チームの地区優勝に大きく貢献した。プレーオフでも2本塁打を放つ活躍で、ヒューストン・アストロズとのワールドシリーズ第2戦では、ワールドシリーズ史上14本目となる、サヨナラホームランを放った。その際に使用されたバットは、 野球伝道博物館に展示されている。ちなみに、この年、ポドセドニックは、レギュラーシーズンでは1本もホームランを打っていなかった。は、牽制士が増えたほか、精神的なスランプにも陥り打率、261、アップス683に終わる。オフには、肩力の強化に専念し、股関節の手術も受けた。 は、手術の影響で開幕に間に合わず62試合の出場に止まる。終盤は、ジョシュフィールズの外野手転向に伴い、プレイ機会を奪われ、オフに解雇された。7月28日、コロラドロッキーズとマイナー契約し、後にメジャー昇格。4月14日、フルスホワイトソックスとマイナー契約。5月1日にメジャー復帰を果たし、6年ぶりに、 打率3割を超え30盗塁もマークした。1月8日、カンザスシティロイヤルズと1年175万ドル、約1億6千万円の契約で合意した。の契約はチームオプションだったが、6月28日マイナーリーグの選手2名とトレードされるロサンゼル・ドジャース移籍。ドジャースでは9月上旬に足の故障でシーズンを終えた。月日、 トロントブルージェイズとマイナー契約を結んだが5月11日に解雇され22日にフィラデルフィアフィリーズとマイナー契約を結ぶ。ボストンレッドソックスで2年ぶりのメジャー復帰を果たす。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。